皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は公立高校嘆願はないけれどというタイトルでお話を進めていきます。自分はね、公立高校にしか行かない、私というのは進学しない、こう決めて受験する人でも、公立高校を嘆願で受験する人というのはほぼいません、ね、静岡県というのは公立高校というのは同じ日に、ね、試験が一斉に行われるので、公立高校同士の併願というのはできないんですよ。だから学校の先生は必ず滑り止めとして、ね、公立を受けて落ちた時の滑り止めとして私立高校の併願を進めてきます。また保護者の方も公立嘆願でもし受験して落ちてしまった場合、この場合お子さんの行く場所がなくなっちゃいますよね。だから学校の先生の提案に同意して私立を併願すると、こういう形になるんですね。じゃあ実際もし公立高校嘆願で受けたらどうなるのか、合格できないのかどうかというのは、実はね、受験高校によるんです。レベルの高い高校というのは倍率高いですから、やはり私立を併願した方がいいんですけれど、そうじゃない場合、ちょっと失礼な言い方ですけどね、そうじゃない場合ですね、実際には毎年定員割れを起こしている公立高校いくつもあります。そういう公立高校を受験する場合は、私立高校を滑り止めとして併願しなくても、ね、公立に合格できると、私はこう思うんですけれど、まあ公立を受ける子は必ず私立を併願すると、この形が、まあ、中学校でも塾でももう当たり前になってしまっているというのが現実なんです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。